小泉和弘は日本の指揮者、京都府京都市生まれ、堀川高等学校音楽科卒業、東京芸術大学指揮科で山田和夫に指示、1970年第2回民音指揮者コンクール第1位、1972年10月ベルリンのホッホシューレに入学、ラーベンシュタイン教授にオペラ指揮法を指示、1973年夏、 ボストンのタングルウッド音楽祭に参加。同年11月、第3回カラヤン国際指揮者コンクールに第1位、受賞。その後ベルリンフィルハーモニー還元楽団を指揮して、ベルリンデビューを飾った。1975年3月に、ベルリンフィルの定期演奏会に出演。1976年1月に、フランス国立還元楽団を指揮し、アルトゥール・ルービンシュタイン。 ムスティスラフ・ロストロポービッチとも共演。同年8月、ザルツブルク音楽祭にて、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を指揮。その後、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団、バイエルン放送公共楽団等、ヨーロッパ各地において、精力的な指揮活動を行った。また、アメリカにおいても、1978年、ラビニア音楽祭で、シカゴ公共楽団を指揮し、 成功を収め、早速1980年3月のシカゴ、公共楽団定期に登場、注目を集めた。その他、ボストン、デトロイト、シンシナティ、トロント、モントリオールなど、各地のオーケストラに客演。公共曲のような構成力の強い曲に定評があり、また、競争曲の伴奏も評価が高い。ゴルフなど、各種スポーツや陶芸を趣味にするほか、農作業を愛し、 ひだの農家を買い上げ畑を所有している。自宅で食べる米は自分の宝取れたもので賄えるほどという。そのため近年は活動を国内に限定している。ありがとうございます。